第74回国民体育大会は2019年に開催された国民体育大会である。冬季大会は北海道で開催され、愛称はイランからテクシロウ札幌国体。本大会は茨城県で開催され、愛称は生き生き、茨城夢国体。本大会の閉会後には、第19回全国障害者スポーツ大会生き生き、 茨城夢大会が開催される予定だったが中止となった。本大会は天皇特人が即位してから初の大会となる。イランからテクシロ札幌国体は平成31年に1月から2月にかけて北海道釧路市及び札幌市で開催された。イランからではアイヌ語のこんにちは。スローガンは北国の雪と氷に刻む夢。 許可と慶応大自転車競技女子個人、ロードレース陸上競技青年男子400メートル決勝本大会は、天皇陛下五足一記念の副題がつく。茨城県では1974年の第29回、大会以来45年ぶりに開催される。大会愛称は、生き生き、茨城夢国体、スローガンは、飛べ幅だけそして未来へ、大会マスコットは、茨城。イメージソングは、 水戸市出身のシンガーソングライター磯山淳が歌う、そして未来へ。PR 担当は、県の公認バーチャルユーチューバー r 原ばひよりが務める。デモンストレーション競技を含めると、県内すべての市町村で競技を開催した。日本記録大会記録予定会場の一つだった、つくばカッピオ全国障害者スポーツ大会の生き生き、茨城夢大会は、10月8日の国体閉会後、 10月12日から14日の3日間の会期で茨城県で開催される予定だったが、令和元年東日本台風の接近に伴う悪天候が予想されることから大会が中止された。正式競技のうち3分の2以上が実施不可となった場合、大会を延期せず中止するという日本障害者スポーツ協会の規定があり、10月10日までに13、 競技中級競技が中止を表明したため、同日中止が決定した。中止決定が直前になったため、すでに約2500人の選手、関係者が茨城県入りしており、多くは10月11日に、帰県したが、台風の通過を待って帰る判断を下した県が4つあった。障害者スポーツ大会の中止は、史上初めてのことである。実施予定だった競技と会場は、 下記の通り、正式競技の他に、オープン競技として、グラウンドゴルフ、車椅子ダンス、スポーツ吹きや、卓球バレー、ハンドアーチェリー、ブラインドテニスが実施される予定だった。2019年11月には、幻の、生き生き、茨城夢大会展と題して、本大会の計画資料や歓迎機、授与するはずだったメダルなどの展示を、 茨城県庁25階で開催した。展示のみならず会場で配布予定だった缶バッジのプレゼントや大会グッズの販売も合わせて行われた。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。第19回全国障害者スポーツ大会に関するカテゴリーありがとうございます。